と一緒に最後まで一緒にパフォーマンス楽しんでいってください。それでは引き続きマーメイズのパフォーマンスをお楽しみください。ハンドル、下がる、チェーン、高さが合っているか、緩ん
るが、なるかしっかり確認をお願いします。豚はしゃべる、自転車を乗る前の体験の話でした。では続けて、自転車を乗っている時にやってはいけないこと、苦難とイカという言葉があります。一つずつにまた意味があるので、ちょっと皆さん一緒に考えてください。まず、ふぅ、マリノスケヒント。できるかな。あら、どうしよう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 。あ、正解、すごいね、拍手。二人乗りをしてはいけません。しっかり一人で自転車を乗ってくださいね。次、ふぅなんというかな、なはヒント出してくれる。そう、並ばない、ありがとう。並んで走行してはいけません。そうですね、正解です。では次、とさっきからさっきからヒントをもらってるの、マリノスケも。ヒントできそう。そう、しっかり止まってほしいんです。止まらないのは違反になってしまいますよ。止まるの表示を見たら、しっかりその手前で止まってくださいね。では、いい、イカ、そうね、イカのいいね、ありがとう。いいわ、なんかやってる、なんでしょうこれ。イヤホン運転をしてはいけません。周りの音が聞こえなくてとっても危険ですね。運転するときは何もつけずに運転してください。では最後です。はぁ、あれですか、最後大丈夫。あ、どうしようかな。あ、欲しいかな、もう、なんだろうね。はぁ、今終わり。あ、そうだ、今日雨降ってた。そうです、正解です。傘を持ったり、何か他のものを持って運転しないようにしてください。片手運転とっても危険です。しっかり両手でハンドルを握って運転してくださいね。苦難とイカ、自転車乗るときにやってはいけないこと、そして豚はしゃべるは自転車乗る前の点検です。この2つをしっかり覚えていただき、皆さん安全な運転を心がけましょう。はい、それでは安定のお話、お芝居です。最後までマーメイズのパフォーマンスをお楽しみください。